海では白波も立ち風も強いですが今日から3日間海上保安庁などによる大規模捜索が始まっています海上保安庁は今日から3日間知床半島の北側から東側の海域で集中的に捜索を行っています今朝は悪天候で出港を見合わせている船もありますが自衛隊や同系、民間の観光船などが参加し これまででで最大の捜索体制となる予定です。網走港で船体の検証が行われている「カズワンは来月1日に陸揚げされその後乗客の家族が船体を見たり喧嘩をしたりする機会が設けられる見通しです